今回はこちら、ダイソー100均に売ってるマジックカーラーの大と中、こちらを左右で巻いてみて、今回はちょっと巻く前に軽く水スプレーで濡らして、それから乾いた状態のカールの出方を検証していきます。まずは台から、開けるとこういう感じで紙を留めるクリップもついてます。で、巻き方がだいたい2つぐらいに割ってもらって、少し濡らします。濡らしすぎると乾かないので、軽く表面と裏濡らして、で、これ初めにこういうふうにこれで溶かします。溶かした後に毛先をしっかりと巻き込んで、くるくると、これ巻き納めがこの線の下に来るように、でここでクリップで下、ここでこういうふうに留めます。で、下も同じように、これは水じゃなくてもセットローションとかそういうのがあれば、そっちの方がこうパリッと綺麗に型がつきやすくなるので、それは好みでやってください。で、止めて、反対側はこちらの中で同じように巻いていきます。で、巻き納めがここが大きい方で、こっちが中くらい、同じ位置に巻いてます。で、今回は巻き方の違いを見るために、結構太めになるんですけど、縦にも巻いていきます。で、巻き終わった状態です。で、これを自然放置で10分ぐらい置いてから外していきたいと思います。はい、で、10分ぐらい経ったんですけど、まあ、エアコンの下で10分ぐらいで、こちらがマジックカーラーの台です。台を外すとこういう感じの大きいカールで、これをほぐしていくと、ほぐすときはこう上と下ちょっとこう引き剥がすような感じでやっていきます。軽くほぐしただけで、こんな感じですね。あとはスタイリング剤とかつけていくと
ちょっといいと思うんですけど、あと反対側、こちらが中、マジックカラーの中です。さっきのよりも毛先がくるんと入ってる感じですね。カールの出方が、結構こっちの方がやっぱりしっかりかかってます。でこれにスプレーワックスです。でちょっとセットしてみるとこんな感じです。でやり方がちょっと毛束を取ってもらって、一本一本ちょっとこう鏡なんかを見ながら少しこういう風に引き出して崩しながらやっていきます。ここが大きいカーラーで、こっちが中くらいで、今度縦巻きとの比較が、外したら指で通してこういうふうに毛束を分けて崩していきます。で縦巻きと横巻きの違い、こっちが横巻きでこっちが縦、縦の方が立体感が出てきます。こういう感じですね、違いが。で中くらいのところ、ここも同じように横巻きと縦巻き、ここの分立体感が出てきます。このようにこのマジックカラーの大と中で、こういう感じでまあいろいろやり方はあるんですけど、こんな風に違いをこれで分かったと思うので、まあぜひこれを実践で活かしてもらえたらいいかなと思います。今回は以上です。